皆様こんにちは。こんにちは。鈴木貴男と鈴木直美です。本日はスローフォックスショートについてレッスンしていきます。どうぞよろしくお願いします。スローフォックスショートに限らないんですが、我々は背中の動きですね、足元から来る背中の動き、またそれがトップへつながっていく、この動きをとても大切にしております。それではですね、本日はリバースウェーブ、バックフェザー、このステップを用いて取り組んでみたいと思います。それではどうぞよろしくお願いします。それではまずステップを踊ってみます。それでは解説の方に行きたいと思います。背中の動きというのはですね、ダンスにおいてとても大切になってくる要素であります。どうしかというと、2人が組んでいるとですね、背中っていうのは周りから見ている方にとてもよく見える部分であります。もちろん顔、表情もとても大切なんですが、多くは背中の方に目が行くと思います。そこをぜひ取り組んでいきましょう。それでですね、背中って言われると、広背筋とか、僧帽筋とかいろんな筋肉があるんですが、その背中っていうのをですね、理解しておかなきゃいけないのは、背中の筋肉の一部はこの腕につながってるっていうことです。この辺りですね、それなので、腕の動きと背中の動きというのはとてもつながりがあって、とても美しい動きになってきます。まずはですね、そのエクササイズをしてみましょう。2人でこう組んでですね、背中からの動きと腕の動き、またはですね、腕から背中への動き、これを感じられるエクササイズになってほしい、いただきたいと思います。角度を変えてやってみますね。向かいでやってみましょう。背中の動きと腕の動き、腕は左右2本ありますので、背中もできれば左右に分けて、それぞれの腕につながっていく、こういう動きがとても大切だと思います。またですね、よく下半身が大切っていう言葉をよく聞くと思うんですが、この背中の動きにぜひ下半身の動きから来る動きとして捉えていただきたいと思います。実際にもう一度エクササイズでお見せいたしたいと思います。先ほどは背中から腕へっていう意識でエクササイズしました。次はですね、それにプラスして下半身からの動きを、背中また腕へつなげていけるとダイナミックな動きになります。ありがとうございます。続いてですね、女性の観点からアドバイスをいただきます。女性は、男性よりもシェイプが大きくなります。でリバースウェーブ、バックフェザーの場合右、左って順番に来ると思うのですが、その時に背中の動きはもちろん大事なんですけれども、この大胸筋、デコルテと言われるところなんですけれども、そこからこの腕に向かって伸びる、ストレッチする、こちらもこちらでストレッチする、そうする、その動きに反してヘッドがこっち向いたり、こっち向いたり、右向いたり左向いたりしてみてください。そうすると、よくこう
左を向いた時に右の肩が上がって、右向いた時に左の肩が上がってってなってしまう方が多く見受けられるのですが、左を向いた時にこちらを伸ばしてあげる、右を向く時に左を伸ばしてあげる、そうすると肩が上がらず綺麗なラインでシェイプができると思います。チャレンジしてみてください。はい、本日はですね、スローにおけるリバースウェーブ、バックフェザーを用いて、動き、ダイナミックの動きですね、背中の動きを中心とした、また下半身から来る背中の動き、それが腕、または女性のヘッドラインへつながる動きについてレッスンしてまいりました。ぜひ皆様もトライしてみてください。それではまた。